江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回はですね、野球の話題なんですけども、またね、話題がありました。サムスン赤っ端、阪神岡田監督から警告を受けてしまう。はい、それではね、見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。今日の午前に阪神の岡田監督がお前らに警告したみたいだね。ざっと言うと、警告が支給が出ないように気を使って投げてほしいという話だ。これがなぜかというと、去年、阪神が支給のせいで特にヤクルト負傷者も出て、それで岡田が支給にすごく敏感。記事。そら、練習試合でも言うよ。阪神岡田彰布監督、66、が19日、練習試合、宜野座で20日に対戦する警告サムスンに警告したことを明かした。同チームは17日の日本ハム戦で後を支給7と追われ、新庄監督を怖いと呆れさせた。当然、故障にも情報はつぶさに入っている。そら知っとるよ。試合しすぎやろ。ピッチャー俺変容になるんちゃうか、笑いと試合の多さが投球の質を落としているのでは、と推測した。キャンプ終盤の大事な時期にボコボコぶつけられてはたまらない。相手方の状況も踏まえ、利用したのは元トラコネクションだ。阪神で守護神を務めたオスンファンが、サムスンに現役で在籍中。言うて、あるみたいやで。よう知ってるから、ちゃんと通告しといた、言うて、と、両軍関係者を通じて、本間頼むで、のメッセージを送っているという。日本ハム戦で投げた投手は、2軍クラスが多かった模様。主力級が投げた、18日の巨人戦では、支給がなかった。そして虎にとって朗報？ハサムスン2軍が同時に日本ハム2軍と試合をすること。日本ハムは心配だが。2軍も沖縄に来てるから17日はなんか混ざったんかは知らんけど。明日は2軍の選手は来ない、いうことやからな、とほっとしていた。おー、あ、2軍と1軍が来てるんだ。おー、で、日ハムは2軍とやってて、阪神は1軍とやるんだ。だから、ほっとしてるってこと？おー、はい、ということでね、じゃあこちらに対してですね、警告の反応ありますんで、見ていきたいと思います。はい、それではね、一人目。恥さらしサムスンライオンズ、汗。マジで、我々が、チーコクとサッカーの親善試合をしたら心配する、その感じだね。恥ずかしいわ。何様のつもりで警告するのか。お昨年優勝監督、わらわら。もう、警告チームと試合をしてくれないようだ。いやー、いいだろう。もう、これから試合をするな。赤恥だけ書くよ。2年連続優勝を狙っているのに、選手たちが怪我をすれば首が危ないだろう。岡田監督ね。本当に国の恥さらしだね。野球を見ながら恥ずかしくなったのは初めてだ。1軍、2軍同時に試合だから、それさえも阪神が幸いだったということだろう。2軍と試合する日本ハムは4地球が出るかと思って心配で、1軍と試合する阪神はまだ幸いだということ、わら。今日はサムスンよくやったよ。阪神は 1.7 軍で笑ったけど、それでも0の2でブルペン無失点なら前線したよマジで。ああ、なんか2対0で阪神が勝ったらしい。幸いなことに何事もなかったそうだ。点数差がぐっと縮まったよ。わら、点数差が少なくて、議論になってるね。え？日本人たちは、阪神めっちゃ叩いているね。わらわら。サムスン相手に2得点しかできないと。そういうこと。トラファンは。ああ、怒ってるんだ。そうなのか？それなりに、今日は人間らしく試合をしたよ。今まではじゃあ何だったんだ？人間じゃなかったのか？サムスンは攻撃しないのか？それでも、23年度日本シリーズ優勝チーム相手に2の0なら、すごくいい試合だったと思うわ。だってこっちだって、あれだろ？1軍出てないだろ？投手が頑張ってくれた試合だね。次は必ず勝とう。いや、無理だよ。悪いけど。はい、じゃあですね、チャットの反応行きましょう。この、スレを見て思ったことが一つあるんですけど、
ここまで負けが込んで選手のモチベーションに影響があるんじゃないかなって逆に思った。やばくね？これケチョンケチョンにやられてんじゃん。ああ、何連続惨敗よ。マジで。デッドボール投げたら道頓堀に沈めるとか。岡田監督オーン、野球やれや野球をオーン。オーンっていうの。うん。そりゃ日ハム戦での顛末は流れ取るだろうからね。前にヤクルトとかが当てられてひどい目にあったでしょ。お前ら恥をかくの嫌なくせにわざわざ日本まで恥をかきに来るのはなんで。そう言われても仕方ないことしてきたもんね。そりゃわらわら。サムスンは一軍ピッチャーを出してきたね。でも阪神はもっと打てなきゃ。いや二軍とかなんとか関係ないわ。わらわら草野球以下やろ。わらわら。甲子園で練習試合客を入れてやったらすごいこと起きたり。新庄監督の新庄配下ばかりか。岡田監督二軍も一軍もあまり変わらないかと。わらわら。監督が気を使って優しく言ってるけど正直警告とは練習もしたくないってはっきり言ってあげよう。日本がぶつけてられっかのごとく怒るだろ。恥ずかしいのならお前らの普段の振る舞いの方がもっと恥ずかしいんだよ。空叩かれる W 打線心配されたな。点数取ったらバッターボックスに多く入らないといけないから。わら。近本、中野、大山の怪我したら困る選手は欠場してた。そら大阪人に言われるわ。2得点。恥ずかしい思いするのが初めて。嘘つけよ。 WBC の時にも言ってただろ。お互いに気を使った結果だったりして。わらわら。メンタル削られ続けてるのは確かに。わらわら。何やったって勝てないんだぜ。さすがに猛虎ファン点取れなきゃ怒るわな。あーそっか。相手のことなんてこっちが心配することじゃないけどね。わら。モチベーション上げるために地玉投げてるんだろ。厳しいな。2の0なら阪神負けじゃん。いや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 。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。